今なんで笑っているかと言いますとね、私はもう本当に本当に解放感に満ち溢れています今本当に。はい、 D さん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。あ、リップ塗ってない。はじめまして、ありがとう。めっちゃ楽しかったよ。本当ですか？よかったです。いやー、お疲れ様。今日見に来ましたが、すごくて最高。ありがとう。最高でした。令和落語面白かった、楽しい時間ありがとう。ありがとうございます。すごい嬉しい。炎上さん、お疲れ、ありがとう。スーパーカプさん、カプさん、ありがとうございます。かわいい。カムカムさん、キッチンさん、お疲れ、ありがとう。ももこそらーれさん、星、ありがとう。田辺さん、かいちゃんです、お疲れ、ありがとう。くん、かわいい、ありがとう。こんばんは。本当にもうちょっとね、あの開放感ですね。もうなんか本当に終わった瞬間もうはーってなりました。落語見に行って助けない人が終わったじゃん。よかった。本当ですか？嬉しい。こんばんは。いやー、あのです、本当にちょっともうどうしよう、本当にちょっと本当に、はい、こんばんは。もう私はですね、本当にもう今日はとにかく何も考えずに寝たいと思いますね。本当に今日はこれがもうとてもとても嬉しいです。こんばんは。本当にこの2日間、本当に今までに感じたことがない緊張感の中の毎秒毎秒を過ごしていて、もう私はもうね、もうダメだって思ったんですけどでもまさか私今日というこの時間が来ると思わなくて、来ると思わなくてというか、想像つかなくて、落語が終わってる自分っていうのが想像つかなくて、今この時間が来てすごく今良かったなって思います。そう、すごくいい経験になりましたね。本当にこの
今日結構いろんな方にこう言っていただいたんですけどね、なんかやっぱり初舞台で落語をするっていうのはすごいよって言ってもらえたから、まあ本当にこの3公演、私3公演もうずっと緊張してたけど、でもとりあえず終わってそう言っていただけて、ちょっと度胸つきましたかね。なんか結構やっぱり落語ってすごい長いから、そうだからこれから何でもできるよって言っていただいたので、それはちょっと良かったかなって思いました。何かにねつながったらいいなと思いました。いやー本当にね、ちょっと誠くんかわいい、ありがとう。左にハットさん、花束ありがとう。としきさん、三太郎さん、文兄ちゃんお疲れ、ありがとう。あーちゃんハートありがとう。度胸ついたと思います。いやでもちょっとあの緊張感本当にすごいですね。私本当に今までに感じたことがなかった。私はあの緊張感、なんかねずっと本当に緊張してるっていうか、なんかずっとドキドキ感っていうか、何なんだろう。やっぱ公演ももちろん緊張するんですけど、公演って途中ぐらいから楽しくなってくるから緊張がどんどんなくなっていくんですけど、やっぱりこういうのってずっと本当にドキドキしてて、今日もセリフ飛んじゃって、でも今日はちょっとその後ちゃんと戻せたから、今日は良かったよって昼終わった後言ってもらいました昨日も元には戻せたんですよね。そうだけど昨日はもうがっつり台本というか、そのモニターを何ですかねとか言いながら見ちゃったから、そう昨日は結構焦りましたね。何ですかね、ちょっと分かんないですけどねって言いながらモニターがっつり見ちゃってもう、頭パニックだった本当に。なんだろう、ゲンダーさんかな。こんばんは、ありがとう、ありがとうございます。そうそう、実はね、そうそうなんですよ、実はその昨日そのセリフが飛んでしまった時にモニターがあって、それを見てたんですけど、見ても分かんなくて、どこかやばい、もう頭が焦ってるから、いや見てるけどちょっとこれ分かんないってなってて、そしたら多分裏で操作してくれてる方がいて、矢印でここだよみたいな矢印でこう示してくれて、ってなってすごい焦りました。そうこれなんかパソコンのさ矢印あるじゃないですか、小さい矢印あれで、ね、ここ
ごいちょっと本当に良かったですあ、タワーですか。あ、ありがとう七千さん、タワーありがとうございます。おー、ありがとう、すごい。え、でも、あ、ちょっと、ま、今書くものがないんですよね。だからちょっとスクショして、一応スクショしといて次回また書きますね。ありがとう。ありがとうございます。お、今そう充電してて、ちょっと姉ちゃん、ありがとうございます。うん、炎上さんお疲れありがとう。スーパーカバさんかわいい、ありがとう。カムカムさん、キッチンさんお疲れありがとう。ももこソラーレさん星ありがとう。田辺さん、あれこれ言ってるね、どこまで行った。田辺さん、かいちゃんです、お疲れありがとう。まことくん、かわいありがとう。ヒロリンハットさん、花束ありがとう。としきさん、お疲れありがとう。あーちゃん、ハートありがとう。あ、言ったね、ここ言ったね。あ、まことくん、かわいありがとう。かずいさん、お疲れありがとう。かいちゃんです、ありがとう。今アイスなの、今アイスの期間なんですか。ありがとう。ことくん、かわいいありがとう。金本先生とかありがとう。ひろっちさんありがとう。食べて、あ、アイス、今なんかアイスの時間なのかな。こんばんは。いやでも本当にちょっと本当にいい経験でしたね。ちょっとなんかお客さんがやっぱさ笑ってくれるとすごい嬉しかった。本当に嬉しくて、ちょっとなんだろう、笑ってくれたら安心してちょっと嬉しくなって、その後もちょっと安心して話せました。切り海外の人と写真撮った。あ、そう、さっきねツイッターに投稿しました。あの一緒に二人落語をした小山さんと、あと高畑優希さんと一緒に写真を撮っていただきました。なんか二人落語とかもさ、こうやってできるっていうのが、うん、なんかそういう機会なかったからすごいね。あのハタゴンさんとまさか一緒に二人落語をすると思ってなくて、すごいとてもとても光栄でした。リラクゴはね本当に本当にあのカバーしてもらったんですよ。本当に本当にカバーしてもらったんですよ。私実は昨日とかも全然意味のわからない全然違うセリフとか言っちゃったんだけど、カバーしてくれたんですよ。本当にありがとうございましたっていう感じでした。なんか昨日のカバーうますぎ、え、ですよね。いや本当に女優さんとか声優さん本
当にもうすごいなってもう心の底から思いましたね。本当にどうしてあんなにすごいんだろう。でもそりゃその経験の差っていうか数がやっぱりねありますからね。そりゃそうだとは思うんですけど、もう声の質がもう違うますよね。こんばんは。そうアドリブ、そうアドリブとか対応力がすごいな。なんか昨日私あの月が綺麗ですねっていう二人落語の時にあのごめんなさい今窓の外にある月を見て思いますっていうセリフをあのそれがその横になってこうやって横になって言うセリフだったからあのちょっと見えなくてあの一応そのちょっと台本というか見えなくてやばい出てこないって思ってどうしようって思った結果月って素敵ですねって言っちゃったんですよ。月って素敵ですねって言っちゃって、でもあのもう本当に多分びっくりしたと思うんですけど、なこの人何言ってんだって思われたと思うんですけど、何にも書いてないところ書いてないこと言ってるから、でもそんな中でもあの対応力が すごすぎてカバーしてくださいました。あのはい実は感謝です本当に。先にオチ言わなくてよかった。本当本当ですよね。本当にで私ね髪短くなったから今ちょこんってなってるんですよ。髪短いよね。今日ゆきりかと同じ髪型したんですけど私の方がなんか短かった。嬉しい。ピヨン。さあ皆さん明日はあれですね、お話リアルお話し会ですね。リアルお話し会して写真会もあるよね。よろしくお願いします。明日は大阪、大阪かな関西、よろしくお願いします。久々のリアルお話し会だよね。うん、この3日間は私と同じスケジュールの方があのいて、前のお話し会とかでも落語が行ってその後お話が行くよって方もいたから、私と同じですね。こんばんは。
初見っす。エガシーさんありがとう。初見っす。あざっす。こんばんは。ホワイアパンです。東京で遊べないの？だって。遊べはしないですね。遊びはしない。でもさっきね、落語終わって、マネージャーさんとゆきりかと3人で、でもこれ言っちゃダメかな。東京のスーパーに行きました。東京のスーパーに行きました。まあどこかは内緒ですけど。どこかは内緒ですけど、そう、昨日の帰りに、あ、ここにほにゃららのスーパーがあるってなって、昨日の帰りにで行きたいってなったんだけど、もう空いてなくて、昨日の時間的に。でじゃあ明日行こうってなって。さっき終わってから行きましたよ。すごかった。めっちゃ広かった。こんばんは。うん、めっちゃ広かったですよ。あ、そう、夜ご飯とか買って、買いましたね。なんかさ、私さ、すごい、すごいへってなったのが、昨日落語終わって、マネージャーさんとコンビニに行ったんですよね。そしたら、なんかおにぎりの、コンビニ名とか言っちゃダメかな、コンビニ、赤のコンビニの、サーモンのおにぎりがあって、そのおにぎりが四角だったんですよ。で、いつも見てるの丸なんだけど、四角だなって思って、いや、この四角のサーモンのおにぎり初めて見たって思って、なんでだろうって思ったんですよ、その時に。いつも丸なのに、なんでここのコンビニ四角なんだろうって思って。そしたら、あ、そうだ、ここは東京だからだと思って、したらめっちゃパッて見たら、おにぎりの種類がいっぱいあって、うわ、すごいって。そこで、ここは東京なんだってことに、ちょっと気づきましたね。頭おかしいよね、本当に。そうだ、ここは東京なんだと思って。いや、違うんですよ、サーモンの、おにぎりがあって、広島は丸なんですよね、丸いのだけど四角だったんですよ。で、わ、こんな四角のサーモンのおにぎり見たことないって思って、東京のは多分四角いんじゃないですかね。わかんないけど、私そこの、そうなんじゃないのかな、多分。多分ですけど、あ、東京に住んでる方知りませんか。お客さんが握り直してないよ、ちゃんと袋も四角でした。
え、知らないの？え、なんで知ってる人いないんですか？え、昨日行ったコンビニだけだったのかな？じゃあ東京ってそんなことないよね。でもそんなことはないよね。丸三角四角あるよ。だって、あ、そうなんだ。三角でも三角が普通か、おにぎりは。え、もうわかんないわ、もうもうわかんないです。ほらセブンに、セブンにって言っちゃった。四角のサーモンあったはずって。ほら、だから多分東京はそうなんですかね。多分すごいですね、本当に。でも私は違うやつを買いましたけど、梅のやつ買った。梅の丸いおにぎり。パンちゃんこんばんは。こんばんは。落語の稽古は何が大変だった？私すごく、なんか途中ぐらいから、なんて言うんだろう、どんどん良かったのが、だんだん停滞してって、それがどん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 こう下がっていってしまったんです。それがなんかいろいろなことをもう考えすぎちゃって、動きもこう向、なんか向きとかもあるんですけど、落語ってなんかね、向くスピードっていうか速度とかも遅くなったりとか、なんかすごく大変でしたね。なんかまだこっちで喋ってるのに、喋りながら、じゃこっちで喋ってて、でこっちを向く、こっちを向いて喋る日本語が分かんない。ちょっとこっち向いて喋ってて、こっち向いて喋る時になんか普通にこっち向いたまま普通に喋っちゃって、なんかうみたいな、なんか伝わらないですよね。でもとにかく難しかったです、本当に。めっちゃお腹鳴ってる。とにかく難しかったです、本当に。なんかいろんなことがもう分からなくなってしまって、でも楽しくできたのでよかったです、よかったです。私今日のね、お昼公演だったかな、普通にそう、花と陽子花と陽子で、花の声のま、花ってすっごいぶりっ子な女の子なんですけど、花の声で普通に陽子のセリフ言っちゃったんですよね。気づいた方いたかな。別にこっち向けながら、気づいた方いるかな。わ、すごい。すごいわって思った。こんばんは。花のキャラで配信してほしい。だって、いや、それはしないねそれはしないね、それは恥ずかしいからしないね
昨日と今日来てくれた人だけ 見れたのが。ラッキーだっただけですよ。あ、お、ハロー、ハロー、ありがとう。なんて読むんだろう。ハロー、これめっちゃ可愛かったですか。本当ですか。お、それは良かった、それは良かったです。はなちゃん、こんばんは。明日言われるかな、お話し会で。言われたらなんて言おうかな、なんて返そうかな。で、なんて返そうかな。どうしようかな。無理だねって言おうか。もう無理だね。こんばんは。ブリッコは有料です。で、あ、そうですね。じゃあそういうね、そう言います。はいはいはい、ナイスミーチュもう本当にもう開放感がもうすごいです。本当に開放感がすごいです。本当に今日はもう本当に脱力、そうですね、脱力。いや、昨日あのショールーム終わった後もう動けないと思って、でも次の日もあるからあの早くお風呂入んなきゃいけないし、でももうどうしても動けないってなって、私はもうどうしても動けないんですけど、もうどうしたらいいですかってもう一人でずっと心の中で本当に叫んでた。一人でもう本当に今日は本当に今日だけは本当に動けません、もうどうしたらいいですかってずっと言ってたんだけど、いつの間にか寝てて、そう気づいたら何だったかな、もう2時前ぐらいになってて、あ、やばいやばいやばい、お風呂入ってないと思って急いでお風呂入って、それでまあその後お風呂入ったからちょっと目が覚めちゃって、いやでもここで寝ていいのかって思って、ここで寝たら、いやこれはちゃんともう一回落語ちゃんと見直して練習してた方がいいんじゃないか、いやでも明日もあるしちゃんと寝た方がいいんじゃないか、いやでも練習しないと忘れちゃうかもしれないし、いやでもちゃんと寝ないとあのもう頭が働かないかもしれないし、もうどうしよ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 うってずっと思いながら昨日の夜は過ごしたんですよね。だから今日は何にも考えずに寝たいと思いますね。
でもそれぐらい本当にはいです。こんばんは。こんばんは。今日土曜日、そう、今8時39分、私この時間にすごいびっくりしてる。まだまだなんか6時ぐらいの、なんか体感6時ぐらいかなって思ってたけど、もう8時半なんですね。じゃあ今回の、じゃあ今回今回じゃあ令和落語来てくださった方は楽しかったですか？楽しかったですか？ちょっとなんか笑ってストレスとか、なんか日頃のストレスと か, かちょっとは解消されましたかね。笑って、お楽しかったよって、もちろんだって、お嬉しいですね。それなら本当に良かったです。いいお話だね、いいお話だったよね。めっちゃ面白かったです。だって、嬉しいです。やったー、もうそう言ってもらえたら本当に良かったなって思います。結構楽しかったです。おー、ありがとう、嬉しい。お、楽しかったです。おー、嬉しい、ありがとうよかった、本当に。鼻押せないありがとうございます。どうなるかと思ったけど、ほんまに本当ですか、ありがとうございます。どうなるかと思う、ね、本当ですよね。今日終わってからマネージャーさんから、もう最初の稽古の時とかも本当にもう無理だと思ったって言ってただけど、こうすごい良かったよって、無理だと思ってたんだってそれぐらい結構最初やばかった。ね、二人落語いいお話、ね、いいお話だったよね。こんばんは。まあ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 終わりましたんで、まあまあ終わりましたんで、終わりましたんでね。無事になったか。
今ちょっとね姿勢がちょっとすごい悪くて腰が痛いですね。おお、初訪問の方がいっぱい、ありがとう。ちょっと皆さん、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 なんでもないです。なんでもないですよ。もうなんでもないですよ。なんでもないですよ。頭痛くないよ。あ、違うんですよ。あのね、昨日からなんかちょっとね、あのちょっと なんだろう、いつもの頭が痛い、私結構偏頭痛とかすごくてよく頭痛くなるんですけど、それとはちょっと違う頭の痛さというかがあったんですよ。それが多分あのずっと 何かを一日中考えてるからなのか分かんないけど、そのセリフを頭の中で。だけどあの終わった瞬間その痛みが全くなくなって、 すごいな、解放されたんだなっていう感じですね。そんな感じです。あ、そうだね、多分緊張もあるのかな、もしかしたら緊張頭痛緊張頭痛なんてあるっけ。でも多分そういう感じなのかな、緊張頭痛なんですかね。こんばんは。ストレスだろうね、ストレスそんなストレスとか、そんなこんばんは。そろそろ終わろうかな。としもぴんさん、ハートありがとう。まことくん、かわいいありがとう。金持ち先生、タコありがとう。まきまきさん、くまありがとう。としもぴんさん、ハートありがとう。
ごめん、そう、ケーブル、うどんが映ってるよ、だってうどん、どん、じゃあ皆さん寝ましょう、寝ましょうね皆さん。明日はお話し会でも、明日ね、私多分時間が結構遅い時間なんですよね。7時とかかな、多分19時とかぐらいなんですよね。だからちょっとして来てくるよって方は、結構逆に眠くならないように、気をつけてください。もう疲れた、眠いってならないように気をつけてくださいね。めっちゃお腹鳴ってるね。じゃあ終わります。タジさん、ハートありがとう、まとめてありがとうございます。ゆっくり休んでね、だって。ありがとう、優しいね、優しいね。そう、鳴らす時にどんどん鳴らしてこう。そうだそうだ。じゃあランキングを読んで終わります。13位ラブリー48さん、ありがとうございます。12位ギルスさん、ありがとうございます。11位田辺さん、ありがとうございます。10位美濃山美濃蔵さん、ありがとうございます。9位クレ星人さん、ありがとうございます。8位ナッカーさん、ありがとうございます。7位安兵衛さん、ありがとうございます。6位まことくん、ありがとうございます。5位まきまきさん、ありがとうございます。4位炎上さん、ありがとうございます。3位かいちゃんです、ありがとうございます。3位お金持ち先生、ありがとうございます。そして1位がドン、7000シドさんでした。ありがとう。タワーもありがとうございました。また次回書いておきますね、すると次回書類もするときに。じゃあありがとうございました。バイバーイ。今から私はテレビを見ようかな。バイバーイ、おやすみなさーい。